はい、宿の前まで着きました。まあ、今回泊まる宿はですね、こちらになります。はい、3年ぶりにですね、ラビスタ函館ベイの方に泊まりたいと思います。ちなみにエントランスはこのようにですね、大正モダンの外観っていうんですかになっている形です。はい、こちらがフロントになっております。前回行った時ですか、フロントあんまり紹介できなかったんですけども、どんな形で、まあ、テーマが大正モダンっていうところなんですかね。こういったハイカラなものがこうやって飾られております。はい、ではですね、今回のお部屋がこちらになります。12階の25号室富陽っていう、他の部屋に比べてですね、名前がついてるんですよね。では早速入っていきましょう。お、これはすごいすごい。今入ってみたんですけど、言葉に表せないぐらいすごい部屋になってます。はい、ではですね、お部屋の方を紹介していきたいと思います。こちらですね、12階の25号室ということで、エグゼクティブルーム特別室ということで、ラビスタ函館ベイで1室しかないお部屋になっております。さらにびっくりなのが、もう一つですね、ソファータイプの方にもテレビがついている形になっております。そして眺望なんですけども、こちらカーテンが閉まっているので開けてみましょう。おー、これはすごい。はい、こちらの方にはですね、ビューバスになっているんですけども、ラビスタ函館ベイの場合にはこのさらに上の階にですね、大浴場がついておりますので、そちらの方に入っていった方がいいかなと思います。で、大浴場とか行く場合には、まあ、カゴが入ってるんですけども、この場所に
りあえず見なかったことにしておきましょう。やった。はい、茶番は置いといてですね、こちらの方に、まあ、あの大浴場に行ける用の、あ、さっきあのバスタオルとフェイスタオルあるっていう話させてもらったんですけども、こちらの方に、まあ、あの入浴用のカゴの中に、バスタオルとフェイスタオルがついております。で、この下ですか、それでは四角焼き缶と、あとこれがセーフティーボックスですか、鍵がついております。で、この下に、寝具類ということで、こちらですね、あの来たまま、朝食の、会場まで、入ることができます。で、この下は特に何も入ってない物入れになっております。はい、特別室ということでですね、このような形でウイスキーもすごい充実しておりまして、さすが北海道ですね、夜市、それから、まあ、宮城郷と、まさかの山崎と白州と、まあ、山崎ミニボトルもこちらですね、あのオプションになっちゃうんですけども、ついている形です。はい、以上でですね、あのこちらの部屋の紹介をさせていただきます。で、今回なんですけども、こちらの部屋ですね、通常ですと、一泊朝食付きで2人で、まあ、約8万ということでフロントの方からですね言われてるんですけども、今回ですか、ラビスタの方がですね、50% オフのキャンペーンをやっていたということで、1人当たり2万4000で泊まれることができております。で、前回ですね、デラックスツインですか、泊まったことあるんですけども、デラックスツインでも十分ですね、泊まり心地っていうんですか、良かったなと思ったんですけども、この特別室をですね知ってしまった以上、もう他の部屋には泊まれないかなっていう、そんな状況になっております。でですね、まだちょっと時間がありますので、ちょっとゆっくりしてからですね、ちょっと函館の街の方に歩いていきたいと思います。はい、じゃあラビスタに帰ってきました。ではですね、お部屋の方に帰って夕飯にしましょう。はい、ではですね、夕飯の方買ってきましたので紹介していきます。まずですね、こちら私買ったのが、ラッキーピエロのチャイニーズチキンオムライスっていうものになります。はい、それとサイドメニューとしてこちらですね、ラッキーポテを注文しました。ティーの方もですね、同じくラキポテと、こちらが今開けてくれてますんで、はい、こちらですね、チャイニーズチキンバーガーを頼んでおります。ちなみにこのチャイニーズチキンバーガーはオプションでチーズ付きになっております。それから、あの帰り道長谷川ストアの方でこちらですね、焼き鳥を2つ種類買ってみました。ではですね、早速食べてみたいと思います。そしてこれに合わせるお酒なんですけども、どれにしようかなと考えまして、まあ、せっかくですね、あの T さんの方が白州とか山崎買ってきてもらってるんで、ちょっと白州の方ですね、あげてみたいと思います。はい、それでさっき、あの新函館北斗の駅で、はい、これ引っ越し祝いっていう風にもらったやつがあったんですけども、そうですね、開けてみましたら、なんとこちらですね、私が前飲みたいと言っていた、じゃあ上川大雪酒造の生酒、こちらの方ですね買ってしまったので、せっかくなんでね、2人で開けてみたいと思います。はい、じゃあ早速食べていきましょう。じゃあ遠路はるばる、ありがとうございます。じゃあお疲れ様です。はい、ではラビスタ函館ベイに帰ってまいりました。ではですね、これからお風呂に入りに行きたいと思います。はい、ではですね、部屋の方帰ってきました。ではちょっと一回明かりを消してですね、夜景がどんな感じか見てみたいと思います。はい、ラビスタからの見える夜景がこちらになります。すごいですね、函館山の夜景も綺麗だったんですけど、このラビスタから見る夜景もですね、すごい綺麗になってますね。はい、ではですね、お風呂最強の湯ってところになりますので入りましょう。ですね、岩場で転がっているということで、このような形で湯の中にはですね、ラウンジがあります。そしてラウンジなんですけども、このような形で札幌クラシックとかの自動販売機と、ビールのコカ・コーラの販売機、それからこれで、ね、スティックキャンディーが食べ放題になっております。12階の同じフロアの